はい、今回はですね、筋肉マンの第367話の予想についてですね、まあ、特にあの長身についてお話ししていこうと思います。そのため筋肉マン最新巻以降のね内容が含まれているため視聴される際にはご注意くださいということで、まずはこちらからいきましょう。はい、ということで、まあ、いきなりなんですが、下腹の神リヴァイアさんですね。はい、登場する際には武道の姿をしていたことから様々な予想がされていました。まあ自分もね、正直な話ネプチューンキング再登場期待していたんだけどね。はい、しかしまあ武道のコスチュームを何の惜しげもなく脱ぎ捨てると、脱ぎ捨てるというかバリバリっとね勝手に破れていったんですが、早くもその真の姿を披露していました。ちなみにね、武道のコスチュームはザマン固有のものではなく、何事かに一心に取り組む際に身にまとう、天上界のね神の正装のようなものらしいですよね。そうすると結構ネプチューンキングがあの姿をしていたことについては、あの天界のね、天上界の神々もえって思ったかもしれないですね。まあ、中には怒りをね、表す、神もいたかもしれません。で、次にこちらですね。はい。まあ、リヴァイアさんのデザインにはね、まあ、賛否両論あるみたいで、まあ、武道のね、コスチュームをまとっていたことから来る期待感もあってか、まあ、気持ち否定的、気持ちじゃないかもしれないけど、否定的な感想のが多めだった感じですね。で、まあ、いろんな感想を見られたんですが、印象に残る感想として、例えばね、そのネプチューマンが剥ぎ取ったマスクの中にね、同じようなデザインなかったかっていう、これですよね。これ一番印象に残ってますね。そういえばっていうのは確かに思いました。あとまあその筋肉マン2世のねオーバーボディ着用時のヒカルドに似ているとかね、どことなくロビンマスクのデザインに似ているっていう意見もありましたね。ロビンマスクは確かに自分も思いましたね。あとまあね、ちょっと辛辣なものとしては瞬殺される若手正義超人にいそうとかね、ウォーズマンビギンズで登場するロボ超人っぽいなどなどあったんですが、あのロボ超人もうそう言われてみればそうかなと思いますね。あのなんかギミックっぽいのを出してましたからね。あとまだから威厳を感じるっていう意見はほとんど見られなかったんですが、まあ、スタイリッシュな感じにね好感持てるっていう意見もまあ見られました。で、まあ、自分はどうかというとね、正直言うと好感はね今のところ持ててはいないんですが、戦い方によってはね、まあ、よりスタイリッシュなねファイトを展開すればかっこよく見えてきそうかなとも感じていますね。で、次にジャスティスマンについてもちょっとお話ししていくと、要はね、ジャスティスマンは登場時、弁髪しているかのようなね、シルエットで登場し、ラーメンマンと関係がある人物じゃないかという予想もあったりしたんですが、要はまあ、ラーメンマン、当時モンゴルマンだったんですが、裁きの神ジャスティスであるかのように、筋肉マンと悪魔将軍の対戦のレフェリーしていましたからね。ただまあ、結果としてはね、全く異なるデザインだったんですよね。弁髪もしなかったし。で、まあ、そのデザインで登場した時も当時はまあいくらか賛否両論あったんじゃないかなと思いますね。自分は要はその弁髪の部分が鎖だったっていうアイディアにすごく感心していた思い出はあります。まあ、これは確かそのゆたまご先生がラーメンマンなど既存のキャラの人気に頼らずに全く新しいキャラクターで勝負したかったため、あのデザインされたとも言われてたと思い、どっかのインタビューでそう答えられてたような気がしますね。はい、しかしまあその実力とキャラクターも相まって人気超人となり、超人総選挙2021最新版ではですね、まあラーメンマンを抜いてトップ10入り、まあ7位になっていたことからですね、まあその成功例の一つかなとは思うんですよね。そういう思い切ったあの新しいデザインに挑戦したっていうことについてはね、まあというか普通にかっこいいんだよねデザインとして、あのジャスティスマンは個人的な感想ですが。で、次にこちらです。リヴァイアさんのデザインはね、まあ今言ったように賛否両論あることから、さらにね、真の姿を隠しているんじゃないか。つまりさらにオーバーボディをまとってるんじゃないかっていう、そんな予想も見られましたね。自分はね、あのままの姿で戦ってサクッと対戦終わらせるんじゃないかなっていうふうに予想はしていたんですが、例えばね、その今の姿がね、まあ海の怪物の名を指すね、リヴァイアさんっぽくないっていうこと。あと一人称
そうにそれがしを使うキャラにはちょっと見えあの それにはちょっと似合わないかなっていうふうに思えることとか、さらには過去にマイルドマンの例があるようにデザイン変更するためオーバーボディの設定を使う可能性があるっていうことも考えられますよね。で、まあ、こういったことを、ね、考えると次回以降さらに、ね、デザインを大きく変える可能性はあるかもしれません、まあ、あといわゆるそのガンマンだよね、ガンマンのパターンがあるかもしれないですよね。あたかもずっと前からその姿でしたよみたいな感じでちょっと結構テコ入れしたデザインで描かれる可能性はあるかもしれないです。で次にこの可能性についてもお話ししておくと、これねその拝見したコメントなどで気づかされたんだよね、自分全然頭になかったんだけど、要はバイコーンとコーカサスマンのピースはが地上に残ってる可能性があるんだよね。これ確かこれと間違ったら申し訳ないけど回収もとかはされた、そんな描写はないよね確かね。はい、でそのため、まあ、少なくとも2人ね、2人はバベルの塔に、まあ、さらに侵入することができる可能性はあるんじゃないかなとは思います。で、まあ、これ予想としてはね、例えばアリステラとパイレートマンの分っていうそういった予想もありますし、アリステラとディクシアっていう予想もありましたね。であとまあ1つはアリステラなんだけど、もう1つは塔の試練に乱入して長身の1人を惨殺し、まあ、リアルディーリズに挑むものがね手にするっていう予想もありました、まあ、いわゆる究極の超人宅編でいうネプチューマンとウォーズマンみたいな感じですかね、まあ、この場合だと例えばネプチューンキングかサタン様とかになるんですかね。あとこれね、あの超人総選挙の企画でゆえたまご先生が言及していたサイコマンっていう可能性もあるかもしれないです、まあ、復活して、まあ、敵になるか味方になるかわからないんですが、でもしねこのような展開になればね、リヴァイアさんがね、まあまあ、早々早々に退場して、ネプチューマンは、新たな敵と対戦するっていうことも考えられるんだけど、この展開だとひょっとしたらネプチューマンやられる可能性が出てくるかなと思うんだけどね、まあ、今んところ自分はネプチューマン勝利で予想してますが、まあこうやってねいろいろ考えると次回楽しみになってきますよね。でまあ最後なんですが、まあ、そうリヴァイアさんもね登場してまだ1話なんで今後評価を上げるかもしれないんですよね。まあザマンに共感している感じでいいキャラクターとしてはいいキャラしてるんじゃないかなとは思いましたし、だからまあそのリヴァイアさんがね作中でねどのような活躍をするのか、そういう意味でもねあの次回注目していきたいですね。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。